1984年受賞制度クドルトムント氏からの車両譲り受け等、新時代の路面電車に向けた経営を評価された広島電鉄グローリア賞は鉄道友の会が1984年から2003年に授与をしていた賞である。グローリア賞は鉄道友の会が1984年9月22日に制定した鉄道市民憲賞の一つであり、 鉄道事業の運営や業績に貢献した施策、技術について検証するに足りると認められた鉄道、軌道事業者に対し授与された。選定は鉄道ともの改革支部の推薦をもとに選考委員会によって行われたがブルーリボン賞と異なり毎年選定されるものではなかった。2002年の伊予鉄道ボッチャン列車を最後の選定とし、 2003年11月15日に廃止された。公有者、鉄道ファン1986年に1月号、P144 鉄道優の会だより第2回グローリア賞、エバーグリーン賞が決定公有者、鉄道ファン1987年4月号、P147 鉄道優の会だよりグローリア賞、受賞式長崎電気機動公有者、 鉄道ファン1989年1月号、P137 鉄道優の会だより1988年の、鉄道趣味三章が決定しました公有者、鉄道ファン1990年2月号、P137 鉄道優の会だより3つの、検証制度のお知らせ鉄道友の会東京支部、東急部会、2001年度東急総決算、レールファン第50巻、第2号、 鉄道友の会、2003年2月1日、5ページ。AB、鉄道趣味検証を決まる、レールファン第49巻第10号、鉄道友の会、2002年10月号、22から23ページ。ありがとうございます。